ス先発は田中将大です。交流戦今日が3試合目のマウンドです。立ち上がりから安定したピッチングを展開しました。いきなり先頭バッターの野間、三球三振で、この後菊池にヒットを許して2アウトランナー1塁で4番のマクブルームを迎えますが、フォアスプリットで三振を取りました。立ち上がり2つの三振を奪った田中将大です。2回も0で終えて3回です。この回2アウトでまたここも野間から三振を取ります。序盤から非常にこう三振も多かった田中のピッチングでした。さあ4回です。ワンアウトから今日3番に入っていますうぐさ、外のスライダー見逃し三振。この後4番のマクブルームからも三振を取ります。2者連続三振。早くも4回までで6つの三振を取りました。さあその田中5回です。連打で2アウトランナー2塁1塁、ラストバッター今日9番に空いてます相澤、高めに浮いたスプリットをライトへ、これが先制のタイムリーヒット、集中打で今日先制します。この後2アウトランナー2塁1塁でトップに帰って野間、野間も難しい球をヒットにしました。タイムリーツーベース、2者連続タイムリーで2対0とします。さあ追いかけるイーグルス6回です。この回先頭9番の田中和樹フォアボール、ノーマートランナー1塁で小深田、これがフルカウントから1塁ランナースタートを切ってショートの逆を突くヒット、ノーマートランナー3塁1塁で、この後西川を倒れてワンアウトで3番の島内はファーストゴロに倒れますが、この間に三塁ランナー帰って1点を返します。2対1。さあゲームはこのまま8回です。今日は球数少ない田中8回をマウンドに行きました。しかしこの回ワンアウトランナー2塁1塁で3番のうぐさのこの当たり、セカンドアウトになりましたけども、1塁へ小深田悪送球、カープに3点目が入ります。3対1。そして9回はビハインドでしたけども、ソンチャーホーマウンドに上がりました。まあ、前回横浜で失点したソンチャーホー、まあ、今日はビハインドの場面での登板でしたけども、きっちりと1イニング終えています。リードするカープは抑えの栗林、9回マウンドです。2アウトで最後マルモレホス三振でゲームセット。イーグルス連勝ならず、カープが連敗を3で止めた今日のゲームでした。